プレオープン2組目のお客さん2時にチェックインをして、まずはテントの中で休憩。遠いところからお越しいただき本当にありがとうございます。今回は男性女性2名でお越しになりました。通称眉毛山さん、めっちゃ怖そうな人来たって思ったんですけど、めっちゃくちゃ優しかったです。休憩が終わり乾杯をします。これも休憩だけれども、まあ、乾杯ですね。ありがとうございます。乾杯。乾杯。ありがとうございます。清水くんも一緒に入っちゃいなよっていうことで混ぜてくれました。結論から言うと、今回マヨゲーマーさんがプレオープンに来てくれたことによっていろいろアドバイスをくれて、ルンルングランピング長瀞はスーパーレベルがアップしました。待って、絵になりすぎでしょ。ここまで絵になるのでホームページに使わせていただきます。夕食の準備に取り掛かります。マヨゲーマーさんは料理を作るのがめちゃくちゃうまいです。牡蠣をスモークにして炙るそうです。こんな料理あったのか。本当だ。うん。シメが落ちるでしょ。落ちてるね。落ちるでしょ。うんうん。落ちてるね。今スモークされてる感じ。すごい。そして蓋を。なんだっけ。はい、放置。酒のつまみには最高です。ルンルングランピング長瀞のポテンシャルを発揮していただきたかったので、施設の中の備品を使って楽しんでいただきました。これ買った方がいいよ、あれ揃えた方がいいよ、これやっちゃうとオーバースペックだよっていうのを本当に丁寧に教えてくれた。時刻は夜の8時過ぎ。2時間ほど車で買い物に行っていたら、あれ？いないぞ、誰もいない。あ、いた。テントの中に入っていく。ちょっと追いかけてみよう。マヨゲーマーさん、何やってんだろう。めっちゃあったかい。めっちゃあったかいですか。やばい、もう快適、快適どころの騒ぎじゃねえわ。家だわ家。外が寒すぎて中に避難してきました。ちなみにルンルングランピング長瀞はテントの中で料理を作るのは OK です。じゃあ行くよ。オープン。オープン。おーおー、キャンプ鍋です。うわ、めっちゃうまそう。これはやばい。うおー、すっげえ。この料理が出てくると思われます。はい、出てきませんの。出てきません。出てきません。私が作ってるだけなんです。料理は一切提供しておりません。料理の道具は全て提供してます。パエリアもめっちゃうまそう。ツヤツヤだ。ペロペロです、うん、生の米入れて何分ぐらい。生の米、あんま水分吸わなくていいんですか。これから出汁入れる。あ、出汁、うん、出汁をね、この俺の大好きなアゴ出汁があって。アゴ出汁なんて決まっちゃいますね。おいしいに決まってんよ、うん、もう確定です。アゴ出汁を使うセンスの良さといい、料理作れる人は本当に素敵です。やばい、ちょっと料理動画みたいになってきちゃった。で、こっから必見です。皆さん見ててくださいね。緑茶、緑茶で炊くんです。緑茶で炊く？マジで本当に料理が好きな人じゃないとわからないやつだ。そんなに？すごい。で、蓋混ぜしたらホイルで蓋をして放置。うん、うん、あ、うま、うん、うま、最高ですか？うん、最高。もうあったかいです。うん、うん、うん。あ、うまー、醍醐味。うん、うん、なんか冬キャンのいいところ全部味わってる感じがする。もう快適すぎます。ありがとうございます。ありがとうございます。急にさすが。うま。時刻は夜の1時です。ストーブをつけて、だいたい15度ぐらいです。ちなみに外は、マイナス2度ぐらいかな。おやすみなさいませ。いい夢を見てください。おはようございます。朝の8時半です。ブレックファーストがめちゃくちゃすごいです。手前はケールで奥は
2日目の鍋です。ケールはルンルングランピング長瀞の近くの道の駅で買ったそうです。明日子供来るよねっていうことで飾りをいただきました。本当にありがとうございます。マリゲマさんはキャンプの知識が豊富ながらどうやったらキャンプ初心者の人がルンルングランピング長瀞で楽しめるかっていうのを真剣に考えてくださいました。ルンルングランピング長瀞は初心者の方に来てほしい。そのために備品を全部レンタルすることにしました。もちろん初心者の方でも簡単に使えるものばっかです。それと本当に素敵だなって思ったのが、意見を言ってくださる時もあれができないこれができないとかじゃなくて、〇〇だったらできるよね、〇〇をしたらもっと良くなるよねっていうような感じで僕の気持ちまで汲み取ってくれてアドバイスをいただきました。大人だなっていうふうにすごく感じたのと、僕も将来こういう大人になりたいなとすごく思いました。心から尊敬をしております。よっこみたいなキャンプ場を可愛がってくれて、お客様に育ててもらうキャンプ場、もちろんそこにおんぶで抱っこじゃよろしくないし、自分もお客さんに喜んでもらう関係をしっかり整える。キャンプ場は商売になるので、もしかしたら失敗するかもしれない。でも今日この二人の笑顔を見て改めて作ってよかったなって心から思った。ありがとうございます。最高だった。ありがとうございます。めちゃめちゃよかった。ありがとうございます。頑張ります。キャンピング場になると思う。頑張って。ありがとうございます。いろんなことを教えていただいてありがとうございました。いいよ、いいよ。